あげます。4枚取ってください。はい。でもね、みんなちゃんはこの牌とこの牌は同じ種類の牌なので、はい、同じ種類の牌は隣同士で並べた方が分かりやすいです。はい、はい、はい。置き場所決まってるんですか？置く場所は昔から順番に、なので、そう、うん、あ、こんなんですか？はい、そうです。私はなんとできました。うわ、これ何待ちか分かりますか？8ですか？そう、これもしかしてこれですよね。そう、そう、すごい、その通りです、はい、なので5か8を出しちゃうと当たられますよ。わあ。ちなみに私はこれは、はい、2待ちで大丈夫ですか？そう、これ2だったらいいなって思ってるのと、はい、どっちか重なったら頭になるなって思ってます。はい、はい。はい。いやでもいいですね。あ、来ちゃった。これどうしよう。どうした方がいい？なんかチュンチュンとかじゃない？チュンだっていらなそうじゃない？チュンきていい？いいとも。はい。はい。お、いい感じになりましたよ。あ、いいね、いいね。きたきた。うん。あ、チュン。チュン。チュン捨てちゃった。うん、はい。あ、またチュン。どうさ、うん。それね、四、あ。そう、微妙だね。あ、2か4かどっちかを待ちたいってことですね。そうそうそう、そういうこと。 2を待ちます。はい。でね、皮は6枚切りになってるんで、はい、1、2、3、4、5、6、7枚目は2段目に捨てます。はい、はい。ついに転売した。ここでこの子。そうです、そうです。はい、ここで、はい、はい。よかった。これだ、ロンですそう、これで缶ローピン、6ピン待ちになって、はい、転売したので8万を捨てちゃって、私が8万で上がれるので勝ちましたっつってこんな感じ。なるほど。こんな感じです。はい、はい。はい。本当に初歩の初歩の初心者でハイハイ状態でやらせていただいたんですけれども、なんかざっくりしたルールを教えていただいて、まだ戦略とか何も分からないんですけれども、これをこうすればこうなるっていうのが分かっていったらどんどん楽しくなるかなって思います。でもすごい分かりやすく教えていただけたので、はい、ちょっと楽しくなれるぐらい学びたいなって思います。ということで教えていただきましたが、麻雀のイメージ結構大人の男性がやってる感じのイメージを持っていたんですけれども、女性の方も、若い女性の方もやっていらっしゃいますけれども、最近の麻雀はどうですか？その広がっていらっしゃいますか？そうですね、特にズーは若い子たちに麻雀を楽しく覚えてもらいたいなと思ってて、ノーレートで麻雀教室を開いたりとかやってるんですよね。なので、そう、結構若い子もやってます、ズーでは。はい、私たちみたいな、ちょっとあまり分かってなくて、なんとなくここに入って、すいません、教えてくださいって言ったら、教えていただけるような感じで、教えます。ああ、そうなんですね。気軽に初心者も、はい、学べるということで。あとなんか逆にご高齢の方にも教えていらっしゃるということを伺ったんですけれども、カムチャさん、はい、そうですね、お年寄りのボケ防止のためのマージャン。そうだよね、なんか頭使うからね、マージャン。本当に頭も使うし指先も使うから、そう、そう、ボケ防止になるらしいです、本当に。あとコミュニケーションもね、そう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 、はいはい、そう、絶対一人で家でゲームするよりは4人で卓囲んでやった方が楽しいよね。楽しかったです。はい、ご高齢者の方は、うんうん、初心者の方とかもいらっしゃるんですか？うん、結構そうですね、結構います。
麻雀をやっぱり覚えてみたいけどどういう風にやっていいかわからないっていう人が麻雀教室に来てくれて、でズーのこのフロアでは水曜日と土曜日に麻雀教室をやってますので、はいはい、ちなみに何時からどういう感じで、何時から、11時からプロの先生をお呼びして教えてます、はい、そしてたまに私も教えに来ることがありますんで、ぜひぜひ応援プロから教わることができると、はい、教えちゃいます、はい、ぜひ来てください、皆様ぜひいらしてください、うん、その講習会には、はい、あの年齢制限とかはなく全くないです、どなたでも参加できる、はい、しかも初回無料、え、そうですか、すごいよね、じゃあでも今教えていただいちゃったからね、大丈夫、はい、はい、ということで皆様ぜひぜひすごく、ね、あの丁寧に教えて、分かりやすく教えていただけるので、ぜひ遊びにいらしてください。